今から一月ほど前に発表された完全新作のバーチャル MMORPG、 そのクローズドベータテストに俺たちは参加し、 NPC の少女と出会った。ゲームの名はソードアートオリジン。人が遊ぶために生まれたはずのこの仮想世界は人なんて求めていなかった。ソードアートオンライン、ホローリアリゼーション。俺たちが新たにログインしたゲームの舞台は一つにつながる大地、アイングラウンド。ここで新たな冒険が始まる。ここはこのゲームでの始まりの街だ。たくさんの出会いやイベントも豊富に用意されているらしいぞ。最大4人でパーティーを組んでフィールドへ繰り出そう。敵を見つけたらステップで接近、隙をついてソードスキルを叩き込め。バトル中は自分から指示を出す以外に仲間同士でもいろいろな提案が出る。自分以外の3人の様子をチェックしてバフをかけたり、タイミングを合わせてコンボをつなげたり、まあいろいろやることあるけど、みんなと戦うっていいよな。それから扱える武器もいくつかあるみたいだ。いろんな武器を試してみるか。お、マルチプレイか。プレイヤーキャラを自由にカスタムして、プレイヤー4人、パートナーキャラ4人の疑似8人パーティーでバトルができるぞ。力を合わせて強敵を打ち倒せ。さあ、誰と一緒に冒険に行こうか。準備 OK だ。リンクスタート。頑張るわね。任せておいて。貴重な武器の1本や2本、自分で作ってみせるわ。それじゃ続きは今度。なんかこれからみんなで頑張るぞって雰囲気でいいですね。うわあ、なんか危なそうな予感がするわよ。やっほー、やっと出てこれた。どんなお宝が出るかな。 NPC の少女プレミア。そういえばプレミアとは私の名前でした。何も設定がない NPC なんて存在するのか。考えるって名前を。今は私たちで守ってあげましょう。プレミアちゃんってお腹すくのかな。つまりグッジョブです。実はね、レアアイテムをゲットしちゃったのよ。プレミアちゃんの噂って聞いた。人の存在がこの世界を醜くする。 NPC が SAO の時より進化しているってことなのかな。うんうん、分かればよし。なぜ元のキャラがリポップしないんだ。それってつまり死んじゃうってことだよね。こんな世界には最初からいらない。全て消えてしまえばいい。ソードアートオンライン、ホローリアリゼーション。初回限定生産版も同時発売。予約してくれよな。早期購入者特典はゲーム内で使用できる衣装が追加されるプロダクトコード。バンダイナムコ。